大井、大井、大井、おほいは、大日本帝国海軍の軽巡洋艦、熊型の四番艦。その艦名は、静岡県の中部を流れる大井川からちなんで命名された。大井の艦名は、ローマ字表記、英語表記にした場合、大井とわずか二文字であるため、ウグル型解剖艦のようと並び、艦名としては、世界一短いものだとされている。は、 中役から長らく練習艦として使用された。以降、同系艦の北上と共に改装されたが、太平洋戦争開戦後は航空主兵の流れから艦隊決戦は起こらなかったため、従来層の発射艦を一部撤去して高速輸送艦へ改装され、その後は輸送任務に従事した。大井は1919 19年11月24日に寄港し、 1920年7月15日に浸水。1921年10月3日に神戸川崎造船所において竣工した。1928年12月10日から1937年8月まで、江田島の海軍兵学校の練習館として使用された。1937年8月、大井は第二次上海事変の際に、 中国沿岸の紹介に当たった。その後、日中戦争の拡大に伴い、大井は中国中部への日本軍部隊の輸送の援護を行ったが、1937年12月から1939年末までは、再び海軍兵学校の練習艦として使用された。大井は1941年8月25日、舞鶴海軍交渉にて従来総艦への 海藻工事を受けた。93式酸素魚雷の威力を最大限度まで高めるために4連装魚雷発射艦を10機40門を搭載した。これは従来装艦による特別野戦部隊を作るという海軍の計画によるものであった。9月30日に海藻工事が完了し、大井と北上は第1艦隊第9戦隊に配属された。 1941年12月7日の真珠湾攻撃で大井は、広島湾の柱島白地から小笠原諸島まで連合艦隊の戦艦の護衛を行った。1942年1月12日、連合艦隊参謀長の宇垣きまとい少将が大井を視察し、従来総艦を使用した海軍の計画に強い、不同意を示し、海軍の戦術の変更を求めた。軍令部が、 この件について協議している間、大井は1月末から4月半ばまで、広島港と宝庫諸島魔港の輸送の護衛任務に着いた。5月29日のミッドウェイ海戦では北上とともに、第一艦隊、司令長官、高須志郎中将第9戦隊に配属され、無事に横須賀陳府に6月17日に帰島した。8月から9月にかけて、 大井と北上は高速輸送艦へ改装された。10機40門の4連装魚雷発射艦は8機32門に減らされた。大発動艇2艘、3連装96式 25mm、広角機準2機、爆雷投下機銃を装備した。その後、大井は、前鶴鎮獣府第41特別陸戦隊をトラック諸島へ輸送した。月末から月にかけて、 部隊や物資をトラックやマニラからニューブリテントーラバウルやブーゲンウィル島部員へ輸送した。11月21日、第9戦隊は解体し、大井と北上は連合艦隊直下に配属された。この頃、さらに4連装魚雷発射艦を4機下ろして4機16門とし、大発を増設したとされる。12月24日、大井はクレ海軍交渉へ整備のために帰島した。 1943年1月12日からニューギニアの戦いにおける日本軍の増援作戦に関わった。1月には陸軍第20師団を富山からパラオ経由でニューギニア島上枠へ輸送。2月には第41師団をチンタオから上枠へ輸送した。3月15日、大井は南西方面艦隊に配属された。4月にスラバヤから ニューギニア島への輸送船2隻の護衛へ。5月に、スラバヤからアンボン島とカイマナへの輸送船2隻の護衛を行った。6月23日、マカッサルにて、米大語空軍の B-24 爆撃機による攻撃を受けたが、損傷はなかった。7月1日より、スラバヤを拠点として警備を行った。ジャワ海の紹介の後、8月に、 シンガポールの海軍基地で補修を受けた。1943年8月末から1944年1月末まで、大井と北上は4個部隊をシンガポールトッペナンから、インド洋のアンダマン諸島とニコバル諸島へ輸送した。2月27日から、大井は、軽巡洋艦絹、駆逐艦ウラ波、甘霧、敷波とともに、インド洋で通商破壊に従事する。 従順用艦とね、ちチクマ、アオバの護衛を行ったが、4月末まではほとんどシンガポール近郊やボルオ島のバリックパパンタラカンにいた。5月は主としてタラカンパラオソロンの間で部隊の輸送を行った。6月の今作戦には赤痢患者発生のため参加できず、復帰後は南西方面艦隊の移転輸送のためスラバヤからマニラへ二度航海。その任務終了後、 大井は7月18日にシンガポールへ向けマニラを離れた。だが7月19日、香港の南570海里の南シナ海でアメリカの潜水艦フラッシャーから発見された。大井が距離1400ヤードを通過したところで、フラッシャーがカンビラ魚雷を4発発射し、2発が大井の左舷に命中、1発は不発だったが、もう1発が大井の機関室で爆発した。 フラッシャーはさらに、距離3500ヤードで艦首から4発の魚雷を撃ったが、それはすべて外れた。駆逐艦の式並みが大井を栄光しようとしたが、17時25分の地点において大井は、艦尾から沈没した。式並みは、大井の柴勝男艦長と368人の大井の乗組員を救助したが、153人が戦死した。1944年9月10日。 大位は除籍された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。